あのお方が例の魔術師様なの？随分髪が長いのね。最近の大雪のせいで農作物はすっかりやられちまったが、これで北の地もいくらか安泰だな。でも本当に大丈夫なのかしら。魔術師様は都の人なんでしょ？都にはあんな恐ろしい蝶はいないんじゃないの？何？怖がる必要はない。我々には城主様がいる。何があってもこの地は城主様が守ってくれるさ。シーラン殿、アルネージュ城に来てくれたことを心より感謝する。感謝など必要ありません。どのみち次の目的地はここでした。上司様、無礼を承知で申し上げますが、ここを捨て去るべきかと。この地に残って災いに抗うより、南に移られた方が賢明です。せっかくの忠告だが、私はここを去ることはできない。この地の民は、城主である私を信じ、心の拠り所にしているのだ。外の家を投げ出し町に入った者も大勢いる。彼らのためにも私はここを守らねばならない。あなた自身がご自分の責務に追い詰められたとしてもですか？そうからかうな、シーランだな。これは私が自分で選んだ道だ。自ら選択したことの何に追い詰められようか。わかりました。馬車を止めてください。象徴だ！逃げろ！みんな死ぬぞ！消えろ！象徴を倒したぞ！助かったのね。これでこの町も安全よ。城主様の後ろにいる魔術師様を見たか？あんなすごい方を連れてくるなんて、さすがは城主様だ。城主様、万歳！城主様、万歳！
私の不手際だ。申し訳ない。君がこの城に来るという情報が漏れていたようだ。どうということはありません。お気になさらないでください。それにおっしゃっていたではありませんか、責務はその身を追い詰めるものではないと。だが君はこの町で職務についているわけではない。そんな君に苦労をかけるのが忍びなくって。この北の地で責務を果たさなければならないのは君ではなく私なのだから。いいえ、お言葉ですが私の責任でもあります。これは私が通るべき道なのです。しかしご安心ください。私が何かに惑わされることはありません。私のようなものにためらう時間は許されておりませんので、生きている限りただ歩みを進めるだけです。希望も絶望も私からすればさして違いはありません。そうか、ならば今後の我が城の客人として君を招かせてくれ。無論また表彰と出くわすような状況になれば報酬も出そう。ええ、もちろんです。ですが報酬はすでにいただいたもので十分です。あなたは重責を担っておられる。私もあなたに敬意を払いたい。はははは、シーランドの友人と思ってもよいのかな。だとしたら実に光栄なことだ。シーラン様、すべての調査が終わりました。この地の生存者は、アルネージュ城から都に送られ難を逃れた、城主様のご子息と、その従者のみです。そうか。こちらで面倒を見ますか？その必要はない。もう行きます、上司様。私が行うことはきっとあなたの期待するものではないでしょう。しかしこれが唯一の方法です。以前あなたにお話しした通り、いかなる人も物も私を止めることはできません。あなたがこの地に残したすべての行いに感謝いたします。あとはお任せください。友よ、あなたとはここでお別れです。